はい、皆さんこんにちは、くんです。はい、今日はゲーム画面越しじゃないです。マック坂井シューティングレンジです。マック坂井シューティングレンジという ところに来ています。で、今日一緒にコラボさせていただくのはマック坂井さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。エアガンとか実銃とかのレビューされてるってことなんですよね。そうですよね。私あれが好きなんですよ。実銃で、どうでした、マカオでしたっけ、グアム、グアム、そう、グアムに行ってるあの銃を撃ってるやつがすごく好きで、ですよね、相当シリーズ見てました。ああ、ですよね。あのそれのツイッターね、あのいただいたんで、それでこれ、それでこうなったんですよ。あの面白いって言って私がツイッターでつぶやいて、でそれに対してリプライが来てみたいんで、こういうコラボになったということです。はい、実はね、別にその前から僕はくんさんのチャンネル見てて、いや、あの最初はなんかゲームやってるばっかりの人だったんですけど、なんか最近はすごいなんか面白チャンネルになってて、ね、面白チャンネルになっちゃって、あれあれずっと面白いなと思って、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ今日は、スティールチャレンジですか。はい、スティールチャレンジっていう競技の、はいはい、あの私がいつも動画でやっているラウンドアバウトっていうね種目について、はい、あの挑戦していただこうっていうことで、はい、楽しみです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。ではあのスティールチャレンジって何かわからない方がね、はい、多分くんさんのチャンネルなんでは、でね、いらっしゃると思うんですよね。そうですね。で、あのスティールチャレンジっていう競技があって、それはまあ大体5枚の的をね、打つ速さを競う競技っていうのがあるんですよ。うん、で、あのこれはその種目の1個で、ラウンドアバウトっていうやつで、ここがね、最後に打つやつで、はい、それ以外の的は何発打ってもいいんですよ。要は最後の的を打つ前に、あの全部打って、そのタイムを競うっていうものになってます。どれから打ってもいいんですか。あ、どれから打ってもいいんですよ、何発打ってもいいしみたいな、はい、皆さんどういうふうな打ち方というか、右から順番にとか、なんかバラバラなんですか。そうですね、どれが効率のいい打ち方っていうか、あ大体は あれですね、あの一筆書きの要領です。あんまり銃が行ったり来たりするの時間かかっちゃうんで。そうですよね。なんでまあ右からだと右から普通に打って、まあ、最後真ん中打つみたいなことが多いですかね。はい、はい、ではくんさんやってみます。どうでしょうか。では今からね、くんさんに打ってもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。お願いします。ちょっとリハーサルしたんですけど、難しいですよこれ。難しいですよ。お願いします。はい。おお、今どうなりました。全部当たりました。全部当たりました。本番強い。さすが元プロゲーマー。さっき練習の時全然当たんないな、どうしようかなって言って、これどういうオチに乗っていこうかなって言って話してたんですけど。いや早いじゃないですか結構。一発で決めましたね。ねえ。本当にこれ二度取りじゃないですよこれ。初っ端です。いいですね。やっぱりあれですかね。普段 FPS でエイム、まあマウスとかね、パッドとはいえゲームやってるんで、まあ、ちょっとは違うのかもしれないですね。おー、なるほど。ちょっと、なんだ、ダメじゃんっていうオチしようかなと思って、ね、何回もやり直すみたいなので尺を稼ごうかなと思ってるのに、初っ端でこれやっちゃったら尺を稼げないですね。ごめんなさい、さすがです。はい、ちょっとどうしましょうかね。じゃあ、あと他ので打ってもらう。そうですね。今度はハンドガンをちょっと、はい、っていただくんでね、簡単な握り方などを説明しますね。で、あのね、銃を、まあ、後ろから見るとこういう感じで握ります。左から、はいはいはい、で、できるだけね、銃の上の方を握るのがいいってされてます。やっぱりこうなっちゃうと、やっぱり銃はね、フラフラしてなんで、できるより本物だとね、反動をより抑え込みやすくなるっていう点もあって、上の方を握ります。で、次に左手なんですけど、左手はね、はい、できるだけ手の甲のところをつけて、で、大体人差し指と親指がね、これが、まあ、大体同じぐらいの長さになるような感じにして、で、ここと、はい、このね、人差し指のところをこうギュッて握り込むような感じ、まあ、イメージなんですけど、左、そうですね、こっちのところとここの部分で、はい、できればこうギュッて握るイメージでやるといいかなっていう感じで、で、銃握る力っていうのはね、あんまり力入れなくていいんですよ。まあ、ある程度の力でよくて、あんまり力入れすぎるとこう引き金引くときカクンカクンってなるん で、ね、あの最低限というか、まあ、ある程度の力だけでいい感じです。で、手の伸ばし方なんですけど、今流行っているアイスサリーズっていうやり方があるんですけど、はい、ギュッと両手を伸ばしてもらって、はい、で、ちょっと
力抜くような感じ、そういう感じで手のを腕をロックします。そうして、基本的にはこういう打ち方しないんですよね。完全に体を、そうですね、上半身腕ごと動かす、だからこうやっても上やっても下やってもこの姿勢は崩さないっていう、まあ戦車の砲塔が動いてるような感じで、そういう感じで打つイメージになります。はい、で、わかりました。はい、じゃあちょっと見てみますか。試しに、レースだって走れて打つとやっぱりブローバック、やっぱりこの反応でもね、やっぱりちょっと怖いんですよ。僕もちょっとあるんですけど、そうですね、だってちょっと体が身構えちゃうんじゃないですかね、うん、これで当たる。打った後もずっと見てなきゃいけないんですね。そうなんですよね。おお、はい、わかりました。こっち掴むのが上手いです。じゃあ、ですね、マガジン。これとこれが、一緒に来るよね。あ、ここさ、はい、イメージではこういう感じなんですね。フロントサイトとリアサイトの。なるほど、なるほど。はい。そう、わかりやすいですね。おお、教えたらすぐに当たった。じゃあこれで大丈夫です、はい、マガジン抜いていただいて、はい、ということで、遊ばせていただきました。感想なんですけど、マックスさんの、チャンネルでも同じこと言ったんですけど、反動が、これハンドガンの方はこのこ初めて言ったんですけど、反動がやっぱすごい面白いですね。なんかおもちゃじゃないです。そうですね、結構クンさん、うん、本物じゃないとエアガンしょぼいじゃんって言ってそうそうおっしゃってたんですよ。あれなんですよ、実銃動画ばっか私見てたんで、いや本物の方が見てて面白いな、エアガンはいいかなみたいな感じだったんですけど、エアガンも面白かったです。はい、そうですね、電動ガンだとね反動はあまりないんですけど、コアグリーンだとそうですね、面白かったです。遊ばせていただいてありがとうございました。ありがとうございました、はい、では、もしよかったらチャンネル登録してください。こちらの方、マックサメさんの動画チャンネルの方でも動画を上げさせていただいてますので、そちらの方も視聴してみてください。じゃあ、バイバイ。バイバイ。